お疲れ様です、皆さん。メインチャンネルに復活しました。今日はそれを記念しましてね。あの、ずっとサブチャンネルでやってる時には全くいらっしゃらなかったんですけども、例の小島さんね。毎回素敵なコメントを書いてくださる小島さんを記念して、今日はね、スペシャルです。小島さんのコメントがきっと入ってるに違いないスペシャルでお送りしたいと思います。見てください、私の YouTube のこの4って書いてあるとこね。 この通知をクリックすると、おそらく小島さんからのコメント入ってると思うんですけど、どうでしょうかね。パチッと押すと。あしんすケさんだありがとうございます。たまに激安のお宝商品が買えたりします。な、これね、スーパーのことね。あ、いたいたいた小島さん、ここにいましたよ。はい。じゃあ、これ見ていきましょうか。YouTuber は話し好きが多い、いつまでも話し続けるが、結局取り留めない内容になってしまう。これはね、小島さんが選んだ YouTube 動画が、 話し好きな人であっていつまでも話し続ける結局取り留めのない内容の動画ばかりを小島さんが見てるってことじゃないですか、まあ、YouTuber っつってもね別に人間が出てくる YouTube ばっかりじゃないですからねあの話好きって言っても今その AI がズンダモンみたいに喋ってるやつとかなんかその動物がねあの動いてるやつとかねあと新幹線の運転席からずっと撮っていくみたいなのもありますんであの人間が出てきて喋ってるのなんて本当一部ですよ で、Google の胸三ズでどうにでもなる軽い存在。そうそうそう。だからね、その Google っていう会社と共同包丁を取っていきましょうって話なんですよ。何もね、Google が気に入らないようなことばっかりをやるわけではないですから。それはまあ、Google に限らずあれじゃないですか。どんな会社に勤めていても、どんなバイト先にいても、そこのオーナーに気に入られなくちゃいけないですし、そもそも上司や部下に嫌われたら仕事ってやりにくいでしょ。だからみんなに好かれるようにやっていかないといけないと思うんですよ。 まあ、あの、小島さんみたいにねあの、嫌われそうなコメントを書いて生き延びてるのは、まあ、すごく特別な例だと言えるんじゃないかなと思います。あふれるくらい話をしたらしいが,何が、何か軽いと。まあ、小島さんのお考え方は軽いということでねえ、多分私の動画から学ぶものは何もないのかもしれませんけども、でも私の動画からおかげさまで学んでくださる方とか、稼いでくださる方とか、自由を手に入れてくださる方がいますんでね、まあ、どっちを小島さんが選ぶかっていう問題ですね。はい。 このような饒舌な話し方どうしてもちぐはぐな話になってしまう自ら検証すると恥ずかしくなりますよとね小島さん自分のしゃべりが恥ずかしいんですかね私自分のしゃべり恥ずかしいと別に思わないんですよ <laughs> もっと言ったらね恥をかいてこうその人生ですよ恥ずかしいなと思ったらそこで反省して改善するじゃないですかだから人間的な成長がありますけども自分がやったことをね恥じないとかね反省しない人生ってそのまま言っちゃいますからね まあ、できればそうはなりたくないなと私は思いますんで、まあ、厳しい指摘もね、謙虚に受け止めながら、なるほど、そういう見方もあるなというふうに、すべてを学びにしていきたいかなと思っておりますね。はい。小島さんのコメントはこんな感じでございました。久しぶりだったですね。小島さん私がね、サブチャンネルでやっていることね、ご存知なかったのかなはい。まあ、あとはいいかな。これね。はい。じゃあ、以上ですね。じゃあ、今日からまたメインチャンネルで、いろいろと楽しんでいこうと思います。小島さんも、私の動画を、 イチャモンつけて楽しんでくださいぜひぜひ